どうも、はじまきょうしろうです。歯医者行ってきて銀歯つけることになった。まあ銀歯2週間かかるらしい。ふざけんなって言おうと思ったけど全然ふざけんなじゃねえよ。そのなんか仮の詰め物がうざすぎる。仮の詰め物、仮物、もう略してだとは思うんだけど、まあ、このギャグクソつまんねえな。ダメだな。もうかぐやルナがはい50億倍速しますピッみたいにさ言うくらい、あれはすごいなって思うけどね。面白いなって思うけど、俺はまだあの領域だったのかって思って、もっとやっぱそのあのお笑い変人基人として加速していかなきゃいけないんだよね。もう光を超えようね。ブルーファルコン置き去りにしよう、うん、あいつはブルーファルコンかちげえね。キャプテンミレニアム号だっけをね置き去りにする。光の 1.2 倍速いやべえやつな。うん、なんかすげえやつな。あいつを置き去りにする。あいつが止まって見えるような速度でね、もっとやばいやつになっていこうっていうプロジェクトを今やってまして、皆さんね、まあ、ぜひあの月50万くらい一人当たりくださいね。あのお金ある人は普通に全財産投げ打ってもいいですよ、ある人はね。いやでもね、もらってもいいけど、その人がなんかすごいホームレスになったよって言われてもね、悲しいしね。うん、まあいろいろ話したいことあるんで話していこうと思いますけど、なんかね、今日俺は何時間寝たんかな。4時間か5時、ぐーうん、気持ちよかった。すげえ、マック食ってさ、あマック食って気持ち悪いんじゃないんだよ。そのなんかね、満腹中枢が遅れて、その時間差で今気持ち悪くなってる。さっきまでむちゃくちゃお腹空いてたんですよ。なんかめっちゃ食ってね、めっちゃ食ってなぜか俺お腹空くんですよ。めっちゃ食うとお腹空くんですけど、それってなんかバグってるだけなんですよ。いろいろ俺がバグってるだけで、バグって日がお腹え腹空いてんじゃないの、腹空いて、いやお腹いっぱいだよふざけんなってなる時があるんですよね。で今うえってきちゃったんですよね。それがのラグがさ、お腹いっぱいなんだけど、この満腹中水くん、満腹くんがね、遅いんですよ、歩くの。俺みたいにね。いや、俺よりは早いけど、歩くの。満腹くんはね。で、こうやって歩いてってね。で、俺がなんか食べ終わる時が、その満腹くんが4歩踏み出した時くらい。4歩踏み出した時に、ごちそうさまでしたってしたんでね。ゴッサム太郎したわけですけど、ゴッサム太郎したら、おい、早えよって。もっとちゃんと噛めよって。まあ、噛めば噛むほどね、満腹くんのね、歩幅のでかさと速度が上がるんですよ。歩く速度がね、早まるんですけど、俺は半分、半分って全てを二口くらいでね、食っていたらね、満腹くんがね、全然早くなんなくて、おいおいおいって言って、あとなんかコーラで流し込んだりしたんで、おい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 って、満腹くんがね、ずっとおいおい言ってたんですけど、まあ、それでね、終わった頃満腹くんまだ半分も言ってない。うん、もう 20%、まあ、14% くらいのところで、早いよってなったんですよ。で、そしてまあまあまあちょっと一旦ふーんってやったらね、まあまあ満腹くんが 30% くらいの時にね、あ、お腹空いてきちゃった、お腹いっぱい、めっちゃ食ったのに、なんでこれいつもなるなみたいな感じで思ってたら、今ちょうどブーンって、その満腹と満腹くんがぶつかって、もう今ビッグバン起こして、うえってね、あの終えちゃいましたっていうね、長いボケですね。うん、そのやべえやつになるぞって言った次のボケがこれですよ。確かにやばいんですけど、面白くは、いや面白いよな、面白いわ。後で見返したらめちゃくちゃ面白いわ。自信を持ってくれ。何しゃべろう。まあね、その仮のね、仮物がね、仮の詰め物がめちゃくちゃうざいんですよ。あーで、カパって取っちゃう動画取っちゃおうかな。うん。もうカパって取っちゃおうかな。って思うんですけどね。まあ、うざ、すんごいザーザーすんの。あ、普通になった。あ、そうだ。あともう一つ。炭酸水メーカーがぶっ壊れたんですよ。炭酸水メーカーがぶっ壊れたんでね、そのめっちゃ電動欲しいなって思ったんですよ。電動いいよね、何でも電動はロマンだと思うんで、電動欲しいなって思ったら、電動3万やばって思って、イカルポンチキじゃんって思ったら、もう普通にね、電話で壊れたんですけど、なんだらかんだら言ったらね、半額になって、1万何、まあ1万何7000 5000 1万5000とかにね、なって、よっしゃーってなったんですよ。1万6000くらいかな、1万6000何百円みたいな。なって、よっしゃってなった。で、います。置いてます。うん。で、いいよね。いい炭酸水ライフを送ってますよ。超めんどくさいから。あー、下がんだ。うーん、下がんだ。でね、これ、見て。俺がずっと欲しかったコップ。1リットルです。はい。こんなでかいです。俺の顔。
俺の顔と比べてみてください。あ、すごい鏡面仕上げだから後ろのものが映るし、今住所が書いてあるものどっかにあるかな。そうそう、言うね、そうですよ皆さん、俺 YouTube プレミアム入ったんだよ。いや、そんなね、なんでビートルズの、ね、ヘルプって曲、うん、口ずさんでんだよって言って、この曲がヘルプだったんだって、なんでも鑑定団の曲ね、なんでヘルプってわかるのっていうのは、ね、それはね YouTube プレミアムなんです。 YouTube プレミアムの YouTube ミュージックでねやったんすけどYouTube ミュージックってやつね、入ったんだ、最高。俺はね、おっきいアカウント2つ持ってるんですよ。まあ、メールアドレスが2つあるって言い方でもいいんですけど、おっきいアカウント2つ持ってて、あの、小さいアカウント何十個も持ってるっていうね。30個くらい持ってるわけですけど、まあ、そのおっきいアカウントの動画見るようなアカウントがあるんですよ。これは単純に、俺が前のチャンネルでやってた方ね。だから俺が1つのアカウントでずっとやってたら、なんかちょっと嫌だなって、今、動画あんま投稿したくないなっていうね、すごい、ピャーンって詰まったんだ。うん、まあね。なんでかってやったら YouTube プレミアムだから。プレミアムで動画投稿してるときはアカウント切り替えできないわけよ。だから、そういうこと。その動画投稿、アップロードしてる間、動画見たいじゃん。でも見れねえわけだよ。広告ついてる。でもね、一言言っていいか？ YouTube 見るんだったら絶対プレミアム入った方がいいってくれ。いいね。で、YouTube ミュージックを必ずやること。うん。俺はなんかすごいロックバンドの有名なやつばっかだからいっぱい入ってるんですけど、ロックバンドとかそういうね、有名なバンドが俺は好きなんで、有名だから好きなのか分かんないけど、好きだからいっぱい入ってたんですけど、普通に西野カナとか入ってませんでした。でも3代目 JSOUL BROTHERS ありました。でも俺のおすすめミックスリストに入ってきた瞬間消しました。刹那で消した。刹那じゃねえよ。刹那の速度で消した。うん。俺はね、JSOUL BROTHERS 嫌なんで、最低ですね。うん。あと映画のハイ&ローズも嫌だしね。俺の大好きなバンドハイローズの名前がハイ&ローみたいに言ってムカつくしって思ってます。僕はやめてほしいなって思う。もっとうんこ&チンコみたいなさ名前の映画にしてほしかった。マジで絶対売れるもん、そっちの方が。うんこ&チンコ、うん、クソな、クソボケじゃねえ。まあね、1リットルのジョッキ買った、もう最高。いいな今の生活で。普通にね、なんだ、YouTube プレミアム入ってるわけですよ。普通に言って今言おうとしたんですけど、これはね、家族事情にもあるんでね、あんま言いたくないってことね。みんな何かなってモヤモヤしながらこの動画を見終えてください。ね、あれですね。なんだ、プレミアム入ったんだよ。最高なんだ、広告ないって。ラファエルの動画さん、すごいスラスラ見えるわけ。見れる。よくない？ラファエルさんってなんか一つの動画に何個もさ、外基地広告つけるじゃん。等間隔にいっぱいつけるわけじゃん。もう頭おかしくなりそうだよね。でもそれがないんです。ねえ、いいですよ。水溜りボンドのサブチャンネルも、あれ3つついてるんですよ、広告。ないんです。プレミアム入ったら。まあ、実質200円なんですよ、あれは。YouTube ミュージックが980円くらいで、YouTube プレミアムが200円だよ、みたいなノリなんで、実質200円なんですよ。YouTube の広告だったりバックグラウンド。200円払ってやってるって思ったらもう神ですよ。神アプリですよ。ニコニコ動画はクソだけど、ね、540円払わなきゃいけないんですよ。でも実質200円なんですよ。YouTube に関しては。200円払うだけでいいんですよ。200円払うだけでどこの業界よりも安いですよ。200円払うだけで広告がなくなるんです。あとは音楽ですね。だから YouTube ミュージックは必ず使わなければいけない。はい。いやもうほんと最高。でもすごい YouTube 見てて、なんかね、履歴がバグりすぎて、なんか1日55時間俺見てたんですよ、 YouTube。 おかしいじゃないですか。まあ、それはなんか再生履歴からそれを元にしてますって言って、なんか加藤純一さんのなんか長い動画のアーカイブ見すぎて、なんかすごい時間見てる男になったけど、もう平均が18時間になりました。まあまあ大体10時間くらい俺 YouTube 見てる男になって、うん、もう最高だね。違法動画とかも広告つかないんですよね。違法アニメ動画とか、あれもうはあそいつに払っちゃダメじゃんって言いながら YouTube プレミアムでも言ってるんだけどね、お金。うん、あ、口がカピカピになってきた。ハンデデババババハンズドバドナノハンバルダーダバンジャマドワンドゥンデベンダンダロダロダロンダンダロダンダロダダンダンダダン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 。
今日は4時間見てます動画。いやでも最近ね、まあもうないかな喋ること。フィキトラハウスか、炎上、またなんか炎上したね。あのタトゥー舌噛んじゃったよ。もう水飲んでくる。お腹いっぱいだけど水飲む。もうね、炭酸水は飲まない。お腹いっぱい略しておっぱい。うん、もうそれくらいお腹いっぱいなの。なんでお腹いっぱい略しておっぱいなのか、それはね、そういう意味もあります。おっぱいとしての機能もあるんですけど、もう言いたくないんだよって、長い言葉っていう。そうだからもうおっぱいになっちゃう。あーもうおっぱいって、おっぱいおっぱいってなっちゃうね。そういうくらい長い言葉言いたくないくらいお腹がいっぱいなんです。ということでね、皆さん、はい、環境音タイムです。僕の部屋の環境音しっかり耳にぶち込んでやってくれよ。わかったかい？いやー、マック最近ハマってんだよね。いやちょっとね、マックの氷をね、いろいろ入れて、あーもう氷ない、氷ないよ。あー、お母さんがなんかゴゴティーもどきをね、1リットル持ってったんで、一応飲んだことないから飲もうかなって言って飲んだら、やっぱ美味しくなかった。うん、申し訳ないね。ああ、疲れに疲れたよ。食い疲れた。マック。俺、メガマフィン好きになった。いや、メガマフィンうめえよな。あれ、朝マックさ、あるやん、朝マック。みんな、アイダホバーガー食いたいなって思って、まあ、あれ高いじゃん。すごいぼったくり値段じゃん。やり方教えてあげる。誰でも思いつくけど、マックマフィンあんじゃん。あの、ソーセージマフィンあるじゃん、普通の。ソーセージマフィンあるじゃん。あいつと、ハッシュポテトを合体させることによって、アイダホマフィンができるっていうね、ちょっと誰でも思いつく発想をしまして、で、それをメガマフィンでやったらね、ミャヒンってね、もう滑舌が終わってんだ。うん、やばいな、なんかうるさいだけで何も面白くできない人になっちゃってんだよな。もう昔は面白かった芸人じゃん、老害っていうんだよ、そういうの。あー俺終わった、もう終わった、泣きそうだからもう喋りたいっていうね。もう面白いことをやる人間じゃなくて、そのすごいおしゃべりする人間になろう。うん、でおしゃべりする人間、おしゃべるってやばいな、なんかこれ危ないな、脳卒中かな。死にたくないな。いやーでもさ、この歯の詰め物ってすごいストレスだね。俺って今まで、その何だろうね、引きこもり始めてからね、ストレスのない環境に身を置いてね、なるべくね、心の感知みたいなのをねやっていってるんですよ今ね。うん、まあ、考えれば考えるほどストレスは増えますが、考えないでね、もうぼーっとしてるんですけど、今ね久しぶりに歯医者行ってね、爪も入ったらもうとんでもないストレスなんね。で最近すげえ歯磨くんですよ俺。まあ普通なんだよね、1日2回だってさ、面白いな。ああとか言いやね、大きい声言ってね、ちょっと変な顔すりゃね、笑い取れると思ってんだよね。まあ、マジ舐めてる、笑い舐めてる、面白舐めてるよ俺は。だからマジでほんと修行しなきゃ、鍛錬の研究やってこっ。この中途半端に面白くないよな顔が。俺変顔やっぱ下手なんだよな。なんでだろうな、もう元が変なんだよ。元が変だからもうベースが変な人間はうざい顔になるしかないんだよね。変顔はもううざくなっちゃう。もうその人の変顔が到達できる域を2歩超えた顔の状態なんですよね。変じゃんやっぱ。いやそんな変じゃないか。ふんみたいな。すごいな首肉が。主肉すげえ。主肉って言わないよね。首の肉の名前、ちょっとね、誰か教えてください。名前つけてもいいですけど、僕は絶対呼びませんよ。あなただけがもうずっとね、未来英語を呼び続けてください。孫も呼んでください。あなたがね、首の長いをね、マルシュンって名前にしたとしましょう。
そしたらもうその代の家系はもう首肉のことを、あ、マルシュン、マルシュン多いねみたいな、マルシュンタプタプだよって言わなきゃいけないですっていうね。はぁ、悲しいな。うん、ここまで才能が枯渇するかってね、もともとなかったんですけど、まあ俺の面白レベルが低くて、その今超面白い人間たちを見てきちゃったんです。超面白い人間がいろいろ作戦練って超面白いもん見て、どうなん自分はって言ったら、いやつまんないなってなっちゃうんでね、あのもうやばいから、もう面白い人間は無理だと、無理だって諦めるわけじゃないけど、一旦ね休憩は一生できないです、そんなんじゃ。まあいいや、まあおしゃべりする人としてやっていきましょうね。もうね、それでいいんですよ。というか、自分が面白いなって思うことしていこう。自分が面白いって思うことをしていこう。うん、なんだろうな、アフターケアのしっかりした唐突な優しい暴力って面白いね。アフターケアをしっかりした唐突な優しい暴力、もう当然優しいっていうのは、その絵はめっちゃ痛そうに見えるんだけど、当たってるのそんな痛くないじゃんみたいなね、もう演技に近いよね。もうそういう暴力っていいよね。もう優しい暴力ってやつ。いや、暴力って面白いじゃん。暴力って形がむちゃくちゃ面白いんだけどさ、暴力をマジの暴力でやると最悪じゃん。そんなめちゃくちゃつまんないじゃん。でもそれをどう作品として昇華させるって言葉は好きなんだけど、面白いものとしてできるのって言ったら、やっぱアフターケアのしっかりした唐突な優しい暴力だよね。松本さんも言ってますけど、面白は裏切りだみたいなね、その芸術は爆発だみたいなことは、まあそんなこと言ってないですけどね、まあ、あ、まあそれが裏切りって、まあそれがそうだからねみたいな、なんかドキュメンタリーでよく言ってたんですけどね。いや違うだろうって言ってこじれるってね、話下手なんですよ僕。でもよく喋るんですよね。お話は下手だけど、トークは下手だけど、よく喋るんですよ僕は。うん、で、なんていうの、まあね、すごいどこ見てんだよって言ったらね、あの三ツ矢サイダーのここから剥がせますってところをね見てました。ずっと目視凝視してましたね。これがなんかずっと見てると、ここから始まりますって言ってね、第二の人生と並行して俺は人生を歩んでいけるんじゃないかなっていうね、思考を持ちつつ見てました。面白いですかこれ。俺は面白いと思いました。誰も思いつかばないんで。そんなね、三ツ矢サイダーのね、三ツ矢サイダーのボトルなんかすごいまずそうになったよね。なんかもう俺三ツ矢サイダークソまずいと思ってるんですよ。なんか三ツ矢サイダーのさ、前のボトル超うまくなかった。でもこれになった途端まずくなくなった。俺もう三ツ矢サイダー嫌いだよ。うん、まずいから。だって炭酸水の方がうめえもん。まあほんとごめんね、三ツ矢サイダーを前になんかねディスるのも最低だよ。人だから、人の目の前で悪口言うのもだからね、泣き声も声もね、感情あるかもしれない。ふざけんなお前ってな、ね、砂糖水ぶっかけるぞってね、自分のこと砂糖水ってこっち呼んでるんですよねって、やばいなこれな。あ、まあやばいじゃん、ね、その声が聞こえるみたいな、バンブスの声が聞こえるって、ロジャーじゃん俺ね、砂糖水ぶっかけるぞってね、自分のこと砂糖水って呼ぶってね、すごい自己評価の低い三ツ矢サイダーということで、うん、これ面白いだろ。なんかツイッター風に言ってるね、自分のことを砂糖水だと、ちょっとシュワッとピリピリシュワッとしてる砂糖水と呼ぶ、すごく自己評価の低い三ツ矢サイダーってね。これ文で言えばめっちゃ面白いですけど、俺がすごいカミカミなんですよ多分。俺はなんだろうな、面白い人間になってはいけないっていうので、あの語彙が回んなくて滑舌が悪くなってるんですよ。お笑いセーブがかかってるんですよ。でも世界の命運がかかった時にはめっちゃ面白い人間になれるっていうタイプだと思うんで、面白貯金ですよ。だからラオジーのね、戦闘補給みたいな、戦闘保険、保金って。もうなんかやっぱ脳が終わってんだよな俺。もうマジで超頭のいいやつの脳と交換しよう。あ、そしたら面白いこと言えなくなっちゃう頭のいいやつ総じて面白くないみたいな、ね、でも頭良かったら面白いこと言えるわけじゃないし、面白いことを考える脳みそが必要なんですよね。うん、で俺はね、食ってく面白いやつの脳みそ。俺はそんな好き好みじゃないやつの脳みそ食うのはやめような。難しい、面白いって難しいな。うん、でもやっぱつまらないことを言わないって重要だよね。やっぱ痩せなきゃな。すごい噛むんですよ舌を。あ、今日も舌は絶妙に汚いな。中トロみたいなね、中トロ界隈の最低ランクの中トロじゃん。最悪の中トロみたいな舌見てますね、舌してますねって言いたかったね。ツイッター風の喋りしようぜ、ブッパ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 。はい、羽島京志郎第1幕終わりです。
普通に立って喋ります。腰が痛いんでね、腰が痛いんで立って喋ります。ありがとうよ。